ポン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 、何これ、ポン、何これ、イエーイ、皆さんこれ交換マシンとかね、朝に出る人もおるからよく分かんない、これごきげんよう、皆さんどうもどうも、バッグボックスだよ、はい、外でチラシの方、こけしセレナール第7回公演、こけしセレナールのチラシの方も完成いたしました。ちょっとこけしだけ先にしようかな。完成しました、ね、こちらの方、まずこけしセレナールの告知からしましょうね。はい、じゃあ、じゅんさん、じゃあさっきじゅんがそのフェイスブックの方で言ったから、じゃあ、それじゃあ、はい、お金額。お金額、はい、感激料金は、はい、3000円です。3000円です。劇場感激が3000円、劇場感激3000円でございます。で、学生割引が今回あります。そうなんです、学生割引、18歳高校生までです、ね、高校生までです、はい、はい、は2000円2000円です。はい、はい、あとオンライン感激、オンライン感激ね、家で見てください。はい、オンラインの方は2500円となっております。2500円となっております。ぜひ見に来てね。はい、生感激に関しましては各回20席になっておりますので、ぜひお早いお買い求めよろしくお願いします。昨日からチケットの方販売しております。で、もうご予約で、ね、販売、ご購入の方もいただいておりますので、ぜひお次いただけたらなといいと思います。そして、じゅんさん、公演のお日にちです。公演のお日にちは、はい、第1日目が、はい、5月21日、はい、はい、時間は8時から、うん、8時から、2日目が、はい、22日の土曜日、はい、はい、2時からで、2回目が7時だよ7時です。はい、7時からですよ。はい、で、最終日が23日、はい、はい、はい、2回目が2時から、はい、2回目が6時からになります。はい、お間違いのないように23の最後がね、18時と19時になります。6時と7時ですね、6時と7時になりますので、お気をつけください。はい、はい、で、各回先ほども申しました20席限定となっておりますので、行きたいお時間、ところに関しましては20席しかありませんので、お早めにご購入いただけるとありがたいです。ベースのファンピーボックス専用チケット売り場っていう半端半端な何やに売ってますので、ぜひそちらの方からご購入いただけたらと思います。そしてですね、ついでにこちらね、ファンピーボックスのオリジナル T シャツでございます。 T シャツね、こちらが通常料金3300円のところ、なんと4月の末まで2300円専用オフで販売しております。はい、お得です。意外とそれをね、ちょっと告知してなかったんですけど、告知しだしたら売れるようになってきまして、ぜひご購入ください。そしてこちらの方にね、シリアルナンバーも入ってます、刺繍で入ってます。でこちらの番号、持っていただいた T シャツをもちろんお客様に返しましては、今後ですね、バックボックスの公演で、何かその、検証プレゼントしようかなと思ってますので、ぜひこちら、世界に1個しかないですからね、同じ数字ないんですよ、同じ数字ありませんので、ぜひこれ T シャツ買って番号をゲットしてください。そしてですね、この柄の T シャツは今回で売り切れでございます。これがなくなったらもう今回作りませんので、はい、作りませんので、ぜひ購入していただけたらいいかなと。初回のねやつで、今度はまた違うデザインの T シャツになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、言い切ったぞ。そして今日バンピーボックス YouTube 進行というか、ジュンがね何か企んでおりますので、はい、ジュンさん、はい、どうぞ声張りなさい。はい、ああはい、やってみたい話とか。
おお。なんと。情報がなかったから今前情報がなかったからそうか今のインスピレそうだね演舞どうしてもいいかなじゃあどうぞ順から進行してください違いますよ誰でもいいですよどうした何やろ聞いたことない経験豊富だから聞いたことないですよこれこれ聞いたことない今ですね、実は私、踊り忘れながら、鬼滅の刃を遅いです、はい、非常に途中まで読んでたんですけど、忙しくて、中学生だったんですけど、また読み出したんですけど、でまあ、そういう時代劇とか、実際に、時代劇で、その鬼滅の刃の技を再現をできるわけねえだと思って。でも、なんかこういうのをやれたらおもろいやろなっていうのは最近思いましたね。まあ内容的にはね、持ち帰るから、まあ、まだこうやってやるんやろ。そうですね。これはまあ、無理だけど、まあ、これはできないかなって。だからなんかこれからこのテクノロジーが、どんどん発達していくと、なんかあの VR とかでできるんじゃないかなとか、もう芝居をしながら VR で参加するみたいな、そういうのができていくんじゃないかなと思ったりして、うん、わざとかもできるようになるんじゃないかなと、まあ、これは俺的に言うと虫歯師のイメージだ。虫歯師しのぶさんのイメージだ。その辺を。まあまあそういう、まあ、相当無限なことですけど、まあそういうことは仕方ないいきなり作られたこんなことしか思いつかなかったんですけど、はい、そんなんです。なるほど。時代劇はやってみたいなと思います。時代劇ですね。じゃあ僕はもう見てますよ。なに時代劇は馬で言うの。はい、あ、ワダスね。ワダスは、やりたいのはあのね、バックテントしてるんですよ。羊たちの沈黙とか、あ、そう、羊たちの沈黙とか、あの、なんかね、まあ、警察というか、刑務官、なんていうの、警察と囚人、はい、とかの話をしたいんですよ。みたいな、なんかそういう、こう、なんていうのかな、会話劇みたいな。心理戦みたいな、うん、あのジョニー・ホッターとアントニー・ホプキンスの心理戦みたいなね、ああいうこうちょっとした本当にこう何やろ、こうちょっと見入っちゃうみたいな気迫感のある舞台をしたいなって思ってますよ。実は、はい、それをね、まあまあ、それをどういう形でするかっていうと、全然、まあ、全くもう漠然としすぎてるんですけど、なんかそのね、こう刑務官、警察、刑務官と囚人っていう構図のお芝居を生かしたいなっていうのを思っています。はい。うん。もしくは、なんかこう、エロティック作戦。キューティーハンディエロティックサスペンスじゃないでしょ、とりあえずなんかエロティックサスペンスですよ。
エロティックサスペンス、危険なジョージとか、あの危険なジョージとか、危険なジョージしか出てこないんだけど、なんかそうですね、あのマイケル・ダグラスが出てそうな舞台で、だからエロティックサスペンスです。なんでですか、頑張るんですよ、もうエアとしたんですから、うっちゃんもうミドル劇団頑張るミドル劇団ですけど、いつまででもお笑い一辺倒じゃないですよ、違う顔も見せていくっていうか、エロティックサスペンス、エロスですよ、エロスがしたい、エロスな芝居がしたいですよ、こうにじみ出るこのフェロモンというか、こうエロスフェロモンを出したいですよ。スバン結構得意ですよ、エロスサスペンス、そのままやればいい。はい、そんなので、ね、ちょっとやってみたいなと思ってます。はい、じゃあ順次ですよ。ほら来たな。いろんなやつもやってみたい。はいはい。強いのでいいかな。あ？
っていう感じでね、どれが叶っていくか分かりませんが、叶っていくか分かりませんが、なんか、まあ、舞台ね、今コロナだけど、さっきね、宇田が投げた VR とか、なんかそう、映像とか音声とか、なんかいろいろ、なんか組み合わせてできないかなって、ちょっと最近、ちょっと考えてます。はい、はい、はい。ね、あのいろんなところで、なんかこう、皆さんと協力する気持ち、なんかできたらいいかなと思っておりますので、ぜひ、映像関係の方、連絡ください。あのそんなこともね、なんかいろいろやっていきたい、なんか、まあ、舞台だけ、舞台、まあ、こっちの舞台にしちゃうんですけど、なんかそんな感じの、なんかちょっと変わったこともしていきたいなと、まあ、舞台自体、うち変わったことばっかりやってますけどね、いろいろやってますけど、まあそんな感じでやっていけたら、ね、今日、純の、その、なんやろ、やりに行ってみたいっていうやつで聞いて、まず、あ、上から、時代劇。時代劇そんなげ、ねえ、着物だけど大変なん、結構時代劇って大変かな、大変なんですよ、だからなかなかね、うん、大変なんですけど、戦いたいって言ったの、戦いたい一緒、俺あの京本畑みたいなやつが映画入ってくるから、あ、それがいい、そう、あの、渦井さんみたいな感じですか、あの、音柱みたいな感じですね、あ、そう、僕はあの、恋柱でいきます恋柱で、恋柱で初恋の罠なきとかやっちゃいますからよろしくお願いします。純はとりあえず、あの、純は何しようかな、純はあの中やったら何かな、純、あの中やったら、あの、あれにしますね、岩柱、岩柱岩柱に行きます。一番強いです。はい、一番強いですよ。もちろんなんか岩柱で行きます。姫島さん、姫島さん、可愛いでしょ。でも一番強いんでしょ。はい、行ってもらいましょう。どんな感じでパピポピさん、あのね、ちょっととりあえずこういう、ゲストレーダーでもありますけど、今後もね、いろんなことやっていきたいと思いますので、こんな舞台やってほしいなとかっていうのがありましたら、またぜひ、コメント欄にも書いていただけたらいいかなと思いますので、コメント欄にも書いてねっていう。この役者さんにこの役やってほしいなっていうのがあれば、この役者さんにこの役やってほしいなっていうのをコメント欄に書いていただけましたら、親切丁寧にお答えしますんでね、今後参考にさせていただきたいと思います。じゃあ、どうぞ、バイバーイ、バイバーイ、バカにしやすいんだけど、今回は何言いますからね、バイバーイ。